台湾にもスキー場があったことをご存知ですか国家発展委員会が Facebook に投稿した写真が話題となっています。これらの写真は南東県にある標高3100メートルの山、豪寒山で撮影されたのです。およそ60年前、豪寒山は年に2ヶ月間の積雪期があり、地形も傾斜角度もスキー場にするのに最適でした。 政府はここで訓練センターを設置し国軍の接中におけるサバイバル訓練や戦闘訓練を行いました劣悪の環境の中の生き残り方作戦対策生活の過ごし方などを訓練していた豪寒山の写真について気象専門家のホーケイメ明氏は 父もそこで訓練を受けていた中国大陸を取り戻す際は東北地方から攻めいるという噂があったからとコメントしました台湾,台湾には標高3 0 0 0ル以上の山は260カ所ある訓練場にするならゴー関山がベストだ1963年中華民国スキー協会が立ち上げられスノースポーツが広められましたゴー関山では 全長400メートルのリフトと国際試合の代表選手を育成するスキーの訓練センターができました。ところで近年気候の変化と地球温暖化の影響で合寒山の積雪が少なくなり国軍は訓練先を移転しました。さらに海外旅行が便利になったことで観光客も激減しました。台湾発のスキー場が徐々に没落してきたのでした。